皆さんこんにちは。ピクテマーケットランジへようこそ。今日は客員フェロー岡崎さんとの対談になります。岡崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まず今日マーケットですね、今日、3月の29日ということなんですけども、昨日28日にマーケット、はい、特に為替市場で大変なことが起きたと、125円という、はい、黒田ラインとも言われた、ここに来るのかな、絶対ないかもって言ってた125にとうとう到達しました。ここから今日お願いできますでしょうか。125円、いつかは届くかもしれないという、日本銀行の金融政策が不動のまま、はい、アメリカの金融政策がかなりテンポアップして引き締め方向に行くのですから、いつかは届くかもしれないとは皆さん覚悟してたと思うんですが、それが、あまりにも速いスピードで、そうですね、で特に加速しているのが、前回の FOMC、3月の FOMC が終わった直後から急に走り出したんですね。はい、でこれは走り出した背景は多分2つあると思うんですね。1つは、FOMC が終わった後、市場の予想に反して、FRB のメンバーたち、地区連銀の方々を中心に、次回は 0.5% 上げるかもしれないとか、はい、最初 0.25 かもってありましたもんね。はい、ドットチャットに記されたプロットポイントよりもかなり高いところまで、うん、それも早い時期にですね、はい、到達するのではないかという見通しが、あちこちから漏れてですね、それがスワップカーブ、イールドカーブをともに動かしてしまったと、まあ、これが一つあると思います。はい、それともう一つ見逃せないのが、これは私も長いことを為替の世界にいたので感じるんですが、これやはり値動き、チャートなんかを見てもらうと分かると思うんですが、動かしたのはオプションマーケットだと思うんですね、為替の。オプションですか。はい、オプションマーケット、この間も原油価格が WTI で120とか130まで行きましたからね、ものすごく短期的に上がったのも、あれは3月18日のアメリカの ETF の SQ スペシャルコーディションに向けて、はい、コールオプションの踏み上げ相場ですね、デルタの踏み上げとガンマの踏み上げと2つダブルで入ったと思うんですけれども、はい、デルタの踏み上げっていうのは空売りの踏み上げと同じですね、買われていくのと同じで、はい、ガンマの踏み上げっていうのはオプションを売ってる人がオプションを買い戻さなきゃいけなくなるっていう、こういう現象ですけども、これがあって最後加速したと思うんですが、あれと同じ現象が為替の場合は特に今年度末、事件が起きたのが3月の28日ということを考えると、昨日そうですね、28日、はい、まさに為替、昨日1日で3円動いてましたっけ、はい、そうなんですね、これは3月31日エクスパイアの、はい、これ日本の金融機関など大体まあこの時期をエクスパイアにしてオプションをですね組まれる方が多いし、はい、海外でも四半期末というのはですね、大体このオプションのエクスパイア、そこの、まあ、保険の最終日、保険の切れるところですね、これを置く人が多いんですけども、ここに向かってマーケットが近づく過程で、先ほど言いました2つの意味でのですね、踏み上げ相場、1つはドル売りの買い戻し相場ですね、はい、それからドル売りオプションの買い戻し相場、この2つが同時に起きることで、短期間の間に普通1日2日で3円も動くというのは、為替市場は特別な事件でもない限り起こらないんですけれども、ね、これが3月末にかけて起きてしまったと、まあ、こんなふうに解釈できるんじゃないかなと思います。その中で日銀が昨日はやっぱ動きがあった指し値オペというのがありましたけどそうなんです、ね、これぜひ解説お願いしたいんですけど、そうですね、日本銀行は2016年の9月からイールドカーブコントロール政策というのを行っていて、はい、要は日本の金利は動きませんと、そうですね、一定水準で動かしませんというですね、固定金利相場という、まあ、19世紀のような金融政策を始めたんですけれども、はい、19世紀、日本の場合はそうですね、1960年代までの金融政策になるかと思いますけどね、金利を動かさない政策なんていうのを始めちゃったもんですから、まあ、最初はみんな半信半疑だったんですけども、なるほど、ここまで5年と半年ぐらい付き合ってみると、この間、10年金利は0% を中心にして、下がマイナス 0.3% で、上はプラス 0.25% までの範囲の中でずっと閉じ込められているわけですね、はい、
その上限の 0.25% をどうやって閉じ込めるかというと、ね、この指し値オペという手段を使って 0.25% 以上で売りたい人が出てきたら、日本銀行が 0.25% で無限に買い続けますからどうぞっていう、まあ、そういうようなオペレーション。無限ということはですから、それ以上絶対に上がらないよという、国債というのは一応発行量が有限ですから、はい、為替だと無限にですね、ドルを売ろう、あるいはドルを買おうと思ったら借りればいくらでもできちゃうのでですね、はい、実現可能性があるわけですけども、まあ、国債の場合は、何回債何回債っていうナンバーがあって、そのそれぞれに何億円という規模が入ってますから、その全部買っちゃったらもうそれ以上売れなくなりますのでね、はい、ですので、無限の買い切りオペができちゃうという、まあ、こういう技術的な問題があるんですが、まあ、それをやってるわけですね。やってるんですが、先ほどのお話した為替の話と絡めて考えると、なんでそんなことしてるのかなというふうに思われると思うんですね、はい、つまり普通の自由な金利、変動相場制と変動金利制度であればですね、どんどん通貨が弱くなっていけば、その通貨にブレーキをかける役割で日本の金利が上がっていくことで円が買い戻されるという仕組み、これによって自動的に市場が2つの市場が安定していくという仕組みになるはずなんですけれども、はい、しかし、まあ、そこでブレーキをかけないと言いますか、日本の金利は上がりませんよと、ですからアメリカの金利が上がればどうぞどうぞドル高になっていきますよという、まあ、こういう仕組みを取っていると。ところが新聞でもテレビでもラジオでも毎日報道されているのは、日本にもインフレが押し寄せているということ、はい、とりわけこの冬は電気寒かったもんですから、この間なんか停電するかもしれないという事態に追い込まれて、電気料金は通常の5割増しとか6割増し、お家によっては倍ぐらいかかっているところもあるんじゃないかと思うんですけれどもね。いやもう本当すごい、今回びっくりするような電気代でした。そうでしょう。普通は、はい、お父さんのまでその影響が及ぶことは少ないんですけども、昨今はお父さんのお小遣いまで影響が及んでるなんて声も私もテレビやラジオでですね、視聴者の方から受け取っているんですけども、本当に凄まじい勢いになってます。まあ、こういう状況の中で電気代が高い理由は2つあって、1つは、ガザのエネルギー料金ですね、天然ガスとか原油とか石炭が上がってる、これに、まあ、根源が、主役の根源があるんですが、もう一つはこれ輸入してますから、円安もまた主役の根源の一つであるわけですから、そうやって人々の暮らしが困っている中、どうして日銀は円安誘導してるんだと、こういう具合になるわけですよね。そうですよね。まあ、ただ日銀にしてみれば、まあ、日銀の実際の担当者にしてみれば、いやこれ総裁が決めたことですからみたいな感じで、金融政策決定会合でこの間も現状維持と決めたので、次の金融政策決定会合まではこのまま続けざるを得ない、まあ、こういう話になるんですね。ただ、まあ、市場関係者はそうは言うものの、まあ、0.25% に何もそこで釘を打たなくても、多少こういう状況であればこれを 0.3 にするとか、あるいは 0.5 にするとか、柔軟に頭を柔らかくして考えていいんじゃないかと、まあ、こんなふうに考える人も多いと思うんですよね。ただ細かい話を言うようですけれども、よく調べてみると、10年金利は日本とアメリカのこの金利差は実はそんなには広がってはいないんですよ。過去と比べてですかね。過去と比べて、今アメリカの金利が 2.5% くらいで、で、まあ、正確には 2.45 ぐらいでしょうかね。で、日本がまあ 0.25 で止まってますから、 2.45 から 0.25 を引くと 2.2% の金利差ですよね。はい。しかしこれよく調べると、前回アメリカの金利が上昇したピークの2018年の11月という、この時期のアメリカの10年金利は 3.2% ぐらいまで上がったんですね。その頃の日本の10年金利は 0.1% でしたから、10年金利だけ見ればこの頃の方が 3.1% で金利差が広がってるわけですよ。そうですよね。だけど今は125円、当時は113円と、一体何が起きたんだということで、なぜなんでしょうかですね。でこれまた為替の関係者はいろいろと理由をいくつも、まあ、そんなにたくさん出して
出しても頭に入らないんですが、例えば一つは先ほどから話題の天然ガスにしろ原油にしろ石炭にしろ資源価格っていうのはこれドル建てで決済されているので、はい、おまけに日本はオール輸入ですから、その決済分だけ貿易に赤字が増えていくとか、ドルの需要が高まってるからだという理由が一つと、あとはまあこれはまあ一番手っ取り早く説明するときに使われるんですが、今は何といっても戦争状態にあると、ロシアウクライナ戦争の最中なんで有事であると、流動性が必要であると、ドルを世界中が探していると、ドルが足りないのはロシアだけでない、日本もそうなんだみたいな、まあこういう理屈もあると、はい、まあ言い出しゃきりないんですけど、ただ私は先ほどの、差し値オペからの流れで言うと、今なぜこんなに急激にドルが、買われているかというと、一つは、差し値オペのもう一方にある日本銀行の、私の見解では誤った政策であると思われているマイナス金利政策、これがですね、マイナス金利の政策です、ね、はい、マイナス金利政策、これがボディーブローのように効いていると思うんですね。ここでマイナス金利政策のことについてちょっと簡単に説明しておきたいと思います。お願いします。はい、イールドカーブコントロール政策の8ヶ月前に2016年の1月に日本銀行は突然、無担保コールレートをマイナスにしていくと、これはまあ簡単に言うと、ずっと行ってた質的量的緩和の量的緩和をした際の、振り込まれる傘下の金融機関に振り込まれるお金、当座預金に入るお金なんですけども、当座預金にそのままほったらかしにしておく分については一部マイナス金利を適用して、つまりはペナルティを課して、で銀行に貸し出しを促す、普通のお仕事に貸し出しに使いなさいと、このお金をと、そのまま、業界用語でいう豚積みっていうんですけどね、何にも使わずにほっとくと、ここから、罰則としてあなたから金利もらえますよという、こういうようなお達しを出したんですね。でこれはですね、未だになんでそんなことをしたのか私はよくわからないんですよ、はい、で当時ラジオに出演してたら、あるわざわざ金融機関の方からメールをいただきまして、はい、日銀は我々に死ねというのか、うん、我々を見捨てるつもりかなんていうですね、お便りを2016年1月に本番中にもらったのを覚えています。どうしてなんですかね。これまあ貸し出しというのはほっといても貸し出しだけあればいくらでも貸せるわけです、はい、日本というのはご存知の通り、なかなかですね、景気が上向かなくてですね、安心して貸せる、それは誰でも潰れてもいいから貸しなさいっていうのなら貸せますけども、一方ではそのつい10年前ぐらいは不良債権問題で苦しんでた国の中で、とにかく金を貸せばいいんだと、貸さずに置いといたらそのままあんたから利息を取っちゃうからねみたいな政策をするというのは、貸し出し先を探すのになかなか苦労している金融機関にとってはこれは死活問題だったわけですよ。それだけではなくって、貸し出す仕事をやっちゃいけない、禁じられている銀行が日本には一つものすごく大きなのがありますよね。はい、ありますね。ご存知のゆうちょ銀行ですよ。ゆうちょ銀行なんかにしてみればですよ、国債の運用で基本的になりわい、生計が立っている基本構造ですから、まあ、もちろん貸し出しをしていいなら貸してもいい、やってもいいんだけど、民間企業を圧迫するっつってですね、それやっちゃいけませんと、手かせ足かせをつけられた状態で、それで自分たちの虎の子の国債は日銀に全部買いオペで吸収されて、はい、で買いオペで取られた代わりに振り込まれた預金にはマイナスの利息がつく、こんな不公平で理不尽な金融政策、世界中見渡してどこもないです。でさらにこのマイナス金利の導入によって一つ狙ったのが、これ通貨を安くしていく作戦だったと思うんですね。日本銀行は円高にならないようにしようと思ったんです。と言いますのも、その2年前に2014年からですね、欧州 ECB はマイナス金利の導入に、取り組みました。その結果ユーロはドルに対して非常に弱くなっていったんですね。でこれによってヨーロッパは輸出を進行させることでですね、景気の回復を図れたという、まあ、こういう成功例がありますから、これにあやかろうと日本銀行が考えたのかもしれないと。
ところが2016年1月にマイナス金利を導入するや否や、ドル円は実は100円までですね、ものすごい円高が進むんですよ。そうですね、はい。でこの2016年はその後ブレグジット、英国の EU 離脱なんていう事件もあってですね、本当に日本経済はどうなることやらと、せっかくアベノミクスで浮上を仕掛けたところが、このマイナス金利の導入、そして円高の襲来ということで、景気がもう崩れてしまうんじゃないかとみんな不安に驚いたこと、もう忘れてくるかもしれませんが、私ははっきり覚えています。リスナーの方とか視聴者の方と意見交換してもやっぱりそういう意見が多かったと。でここで追い込まれた日本銀行が最後に苦し紛れって言ったら日銀の方に怒られるかもしれませんけれども、繰り出した導入した戦略がイールドカーブコントロール戦略で、はい、以来、マイナス金利はずっと続いています。つまりずっとペナルティは課された状態で銀行の経営は続いているわけですよ。で今10年の金利が 0.25 に上がってきて、まあ、ここで止まってるっていうんですが、ここもとこの数ヶ月の間最も日米で金利差が開いたのが3年のゾーンなんですね。3年ですね、10年じゃなくて3年、はい、10年じゃなく3年の金利差が、はい、例えば日本の3年金利は未だにマイナスです。10年が 0.25 でも、0年がマイナスですから、これまっすぐ線結びは3年ぐらいのところまではマイナスになっちゃうわけですよね。そうですね。で為替を動かしている人間にしてみれば、マイナスの金利でお金を借りれば、ま、お金借りてるのに利息もらえるわけですよ。マイナスの金利でお金を借りて利息がもらえて、でその借りたお金の通貨が売りになって、そして今度は3年で 2% ぐらいの金利を乗せれる、 2.2% ぐらいでしたかね、アメリカのドルを買えば、殺匹で円からも金利がもらえて、ドルからも金利がもらえて、ウハウハ状態なわけですよね。おまけに3年先というと、アメリカのドットチャート、あるいは今回の FOMC 後の高官たちの発言を見ても、インフレ退治にはとりあえず2年ぐらいはかかりそうだって言ってますから、2年間金利が下がることはなさそうですよね。一方で日銀はというと、少なくとも来年まで任期が続く黒田総裁がいる間はマイナス金利も続くだろう、で、差し値オペも続くだろう、決して上がることはないだろうと、これはもう臨天気のように、打ち出の小槌のようにですね、猿でも儲かる、誰でも儲かる、これもう永久不滅のですね、不滅マシンみたいなもんですよ。これ3年間いやもう楽勝の戦略ができちゃったわけですよ。これは3年間楽勝の戦略ですから、先ほど指し値オペに関しては有限だと申し上げましたけども、為替はスワップというですね、無限の宇宙のようなマーケットがありますから、3年の日本金利を借りて3年のドル金利をレシーブしていくということなんですけどもね、そこで貸し出しをするみたいな形で取ると、この3年間もう超安泰ですよ。金融機関は世界中がやると思います。これ無限にやり続けると思います。延々とやり続けると思います。そうすると日銀は本当は何をしなきゃいけなくて、いつ黒田さんに今お発言だと来年の春ですよね、はい、期間が退任される、はい、それまでも含めて、ここから岡崎さん何が起こるんですか。このトレンドが続くんですかね。いや、これ変わるんでしょうか。この時は永久不滅期間のように回り続けますから、早くやめなきゃいけないんですが、そのやめる順序としてはこれ間違えちゃいけないのはですね、例えば指し値オペの 0.25 を例えば 0.5 まで上げたとしてもですよ、はい、足元の金利がマイナスである以上は、例えばまあ角度が急になるかもしれませんが、3年までマイナスだったものが2年までマイナスになるぐらいに限定的になりますが、それでも1年2年は永久不滅期間が続くわけです。永久に儲かるみたいな、誰でも儲かる形になっちゃうわけですよ。となると順番としては、先にやめなきゃいけないのはマイナス金利の政策、マイナス金利政策ですね。この悪評をへきへきたする、いまだに日本中の誰もが、世界中の誰もが何のために始めたんだと、どういう目的があったのかと、100ぐらいやって一理なしと言われているこの金融政策をまずはやめるべきです。まずはこのマイナス金利は日本にはできなかったということと、やっぱりいろんな実験をしたけれども、今回金融危機からの、からのですね、12年経ちますし、14年目になりますけれども、一つの結論として、やっぱり金利はマイナスにできないということはこれ理解したと思うんですよね。まずこれをやめるべきだ。そうでないと為替の無限の
為替の世界ではですね、無限のポジションが作れる為替の世界では永久に3年まであるいは2年までの3年の日本の金利あるいは日本の金利を借りて3年のドルに貸し付けるというですね、円売りドル買い3年2年という1年というのがどん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 繰り返されます。やがて貴重な日本の、ドルの外貨準備これを削らされる、つまりドル売り介入に踏み切ることになると思います。わかりました。今大変なですからことが起きてるってことが非常によく分かりました。もう繰り返しますが、国債の 0.25 なんていうのはこんなちっぽけな話なんですよ、所詮は、はい、これは日本銀行がコントロールできるんですよ。しかし仕組みとして円がどん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 弱くなっている仕組みを作ってしまうと、これは日本銀行がいくら僕が膨大なですね、外貨準備を持っているといってもですね、こんなものは為替の世界ではひとたまりもないですからね。相手は無限の力を持っている世界ですから、早くこの悪しき仕組みといいますか、間違った、このメカニズムですね、この歯車を取り除かなければいけないと思います。そうすると黒田さんの任期の来年の春まで動かないと見透かされているマーケットが、それまでに日銀政策決定会合かどうか分かりませんが、どこかで政策を大きく変えないとまずいよと。いうことですね。はい、まず1番目にマイナス金利ですね。で2番目に、固定化された金利を元の、自由な金利に戻していくということ、これをやっていかないと、今はまだ為替のことだけで大騒ぎしていきますが、これ日本銀行の関係者がどうか分かりませんが、我々金融市場で生きている人間以上に一般の市井の人々はものすごく今インフレを肌で感じているところですから。そうなんですよね。今本当にインフレの話で、日本でさえそうですけども、ヨーロッパアメリカも含めてすごくインフレで、グローバルで見ると日本はそこまでインフレじゃないんじゃないですかっていうのがありながら、この4月からいろんなものも値上げして、今足元ガソリン価格も上がってきて、その今インフレっていうことについて岡崎さんいかがでしょうか。はい、これはこれまた、政策当局とか我々の現場の方が間違ってるのは、これ2度目になるかもしれないというのは、水戸島さんも覚えてると思うんですが、デフレが始まった時、はい、我々はなデフレなんてならないよって言ってたのは、実は現場の人間の方が遅かったと思うんですよ。あの時デフレの感覚を味わってたのは、これまた市井の人たちの一般の人々の方が先で、はい、それこそユニクロ安いがいいわねとかに始まって、牛丼が安くなったとか、はい、マックが100円で買えるとか、はい、でこれはとても便利だいいなということで、どん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 みんな値下げ競争に始まっていって、で我々は実はそういうところに取り残されたまま、いや金利がゼロ、金利が 1% 割ることはないぞとか、 0.5% まで債券は買ったのはそれ以上下がらないだろうとかですね、そんなの買う人いないやとか延々と言ってたわけですよ、あの頃ね。でもっと言えば、財政赤字がこんだけ膨らむんだから、日本はやがてハイパーインフレになるなんてことをまことしやかに言って、議員までなった人もいましたよね、あれね、あの頃は。そういう人がいっぱいいて、現場の人間の方がこのインフレとかデフレっていうのは一番とろいんですよ、遅いんですよ、鈍感なんですよ、うん、一般の人々の方がよっぽど今敏感に、本当に先ほどの電気代に始まっていろんなものがインフレになっているのは分かっている。で我々はとかく、例えば携帯電話料金が下がったからこれでデフレだとか安くなるって言うんだけども、あんなものあっと1年で終わっちゃいますからね。もう4月になったら携帯電話料金の値下げの効果なくなっちゃうんですから、これ4月の CPI はほっといても 2.5% ぐらいになるわけですよね。前の年の同じ期間と比べてっていうこの部分がもうなくなるから、そうです、じゃあそこからさらにどうなんですかって話ですね。その通りです、うん、それをですね、うん、我々専門家と称する人間は GoTo トラベルのせいでですね、宿泊料が下がるとかですね、はい、本当にどうでもいいことばっかりですね、つまみ上げてはですね、これで説明して民間のインフレに怯えている一般の人々をなだめすかそうとしてるんですが、それももはや限界だと思います、うん。それがあるので、29日の午前中ですかね、今日たまたま CNBC に、生放送出演中にニュースが入ってきたんですけども、はい、岸田総理はインフレ対策ですね、これに乗り出したと、はい、
いうことになりました。まあ、そこで出された内容が例えば原油価格のガソリン価格を、まあ、上げないようにさせるとか、食料品とか上げないようにするとか、あとは中小企業の支援であるとか困窮者の支援という4つぐらいの項目が書かれていて、でさっきのコロナ対策の予備費がコロナ対策にお金残ってるんですよね。それがあるのでそれを使いましょうというような話だったんですけども、まあ、時間がないので今はそれしかないと思うんですけども、はい、これ節約だけで対応できないでしょう、もはや、うん、ね、それで経済対策必要ですよ ね、 ね、我慢してても、我慢するっていうのは受け身になってる状態で、とかく我々日本人は我慢することに慣れていて、耐え忍ぶことが慣れていて、その耐え忍ぶための戦略を、まあ、作られる、それは確かに分かるんだけど、今はそこじゃないと思うんですよね。もはやこれ、まあ、コロナも同じなんですけれども、コロナの時もゼロコロナっつって耐えてたじゃないですか。そうですね、今コロナだけじゃないですもん ね、 耐えてないですよね。ロシアもありますね。だけどこれももはやこれ時代はウィズコロナって、ね、まあ、ノーマルな時代に戻っていくわけで、はい、でそのノーマルな時代に戻っていく過程で今度我々はゼロロシアに行くわけですよね。そうなんですよ、ロシアとの取引を制約していくわけですよ。そうなるとこれはウィズコロナゼロロシアでウィズインフレになっていくわけで、我々はもうインフレと共存していく時代にもう足を踏み入れているわけですから、そう思います。我慢とか節約だけでですね対応できる状態ではないと思うんですね。とすればやるべきことはウィズコロナウィズインフレであれば、はい、少なくともインフレ対策は我慢することではなく、昔ありました、あの、省エネエアコンとかですね、省エネ家庭なんていうのは大ブームがあったじゃないですか。あ、よく売れましたよね。ああいうの素晴らしいことだと思いますよ。あるいはもっともっと省エネカーハイブリッドに販売促進して、これもありだと思います。今とにかく日本経済は、エンジンが今こう全然動いてないます、ない状態ですから、ウィズコロナウィズインフレ、この結果としてやっぱり買い替え需要をもっともっとこう、促進させる、あるいは企業にとってみれば、まあ、半導体不足のことばっかり考えてましたけども、はい、それだけじゃなくってもう一回リニューアルリノベーションして、例えば細かいことで言えば空調とか、ビルのエアコンとかエアコンディショナーのメンテナンス、それからまあ、どういうんですかね、サーモスタットの切り替えからグランドデザインとしてエネルギー効率を、この冬我々がビビっちゃったですね、停電になったらどうしようということもないように、電力使用量をできるだけ1日平準化させる、あるいは電力使用量を1年間ずっとできるだけ同じように平準化させる、で1日の中でも、つけたり消したりつけたり消したりやって、みんな一生懸命一人一人節約してるんだけども、その結果国全体で見たらものすごいエネルギーのですね、消費量のジャンプとかがあったりするわけじゃないですか。できるだけこうそういう効率の良い国に作り変えていく、そこを大急ぎで岸田政権はやるべきだと私は思うんですね。ありがとうございます。非常に力強いお言葉。この夏までに、みんながこぞって新しい性能のいいエアコンを買えるようにですね、何か政策を打ち出してほしい、それで需要を喚起してほしい、で来年の冬までに、そういう、もう一番最先端の空調設備ですね、これを取り入れていくように企業にも、まあ、測っていくと。で同時に風力発電、水力発電、太陽光発電、こういったものっていうのはもっともっとやっていかなきゃいけないんですけども、簡単にはできませんが、来年にも確実にまた冬が来ますから、また今年のこの冬と同じような、姿勢の人々が電気代に怯えるとか、あるいは挙句の果てに停電に怯えるとかですね、そういうことのない世界に向かって何かやり出さなきゃいけない。で、我々株式市場はそれを期待したいと。で、それを催促しましょうよと。そういう投資が始まってほしいな、4月1日からなんて思ってるんですけどね。ありがとうございます。今日は本当に壮大な感じで、為替のこの急激な円安から始まり、そして今後半部分ではゼロロシアで、ロシアがどんどん世界中から西側諸国とこう離れていって、うん、その中でウィズ一緒にそのコロナあとインフレに対応していこうということなんですが、うん、最後にですね、はい、そういう中では投資家の
この視聴者、皆様、視聴者はどのようにこのマーケットと対峙していったらいいのか、最後一言お願いできたら助かります。とても難しいですね。もうあと30分ぐらい時間が欲しいぐらいですけれども、はい、昔と比べてゼロコロナの中では糸島さん、日本の企業、日本の銘柄にディフェンシブっていうのがなかなかなくなっちゃいましたよね。昔ディフェンシブ銘柄探すの簡単だったんですけども、はい、コロナがいるのでどうしても例えば電車も乗れないとかですね、せいぜいどうでしょうかね、 NTT と KDDI ぐらいですよね今ね。ひょっとすると任天堂なんていうのも今の時代ではディフェンシブ銘柄なのかもしれませんよね。すごい。それから、それからまあもっと言うとソフトバンクも携帯電話の仕事もっと一生懸命やってくれたらディフェンシブになってたかもしれませんけども、今じゃもう全然違う銘柄になっちゃいましたから、本当に今の時代に合わせたディフェンシブな銘柄まず探すのが難しいですが、ただその一方でですね、私はこの日本の内需というものはやっぱり何度も何度も見直す必要があると思うんですね。というのは、ゼロロシアでウィズコロナで、その結末としてウィズインフレの時代を生きていくとなると、我々は内需でウィズインフレで利益が出る会社、利益が出せる、簡単に言えばこれリニューアルリノベーションして、さっき言った販売促進していけば、内需っていうのは財の部分でグッズの部分で復活してくるはずだと思うんですよ、はい、さっき言った携帯電話とかああいうのはサービスの内需じゃないですか。そうじゃなくて単純に家電を売りました、これも物の内需であって、あるいはリフォームしました、これも物の内需であって、断熱材をもっといいの入れて家を建て替えました、これ物の内需であって、ここって実は弱いんですよね日本ね。で企業はあるんですけども、これ無駄な競争しちゃいけないと思うんです、もうここからのウィズインフラの中では。はい、で内需で物を作ってる会社っていうのは随分と長い間忘れ去られていたと思います。まあそれこそ90年代の前半に住宅不動産が一回ぶっ潰されちゃったんで、もうあれで跡形もなくなったんで、またやり直さなきゃいけないんですけどもね、私はそういう意味では内需の物を作っている、内需の財を作っているグループですね。これ、しらみつぶしにですね、もう一回四季報を端から端まで読まなきゃいけないんじゃないかな、そんな時代が来たんじゃないかなと思います。ありがとうございます。キーワードは内需、あと財っていうことですね。はい。はい。今日はですね、本当多岐にわたるお話、ありがとうございました。来月もぜひ楽しみに、私自身もしてますので、よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。